みんな、勝ってる？福来エマです。今日は MBTI 診断！みんな MBTI 診断って知ってる？これ性格のタイプを16種類に分ける診断なんだって。一時期めっちゃ流行ってたよね。なんかさ、福来をさ、もっとみんなに知ってほしくって、あともっと好きになってほしいの。ということは、福来はもっと自分のことを理解しておかないとダメだなって思ったんだよね。なので、今日は MBTI 診断をやっていきます。どんな結果になるかちょっと怖いけど、みんなちゃんと見届けてください。うちなる福来を。ということで MBTI 診断をやっていきましょう。早速テストを受けていきます。よし。定期的に新しい友達を作る、同意する。他の人が泣いてるのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。いや、ちょっと同意するかも。自分はとても感傷的だ。感傷的ではない。予定表リストなどの整理管理ツールを使うのが苦手。自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。自分の心より自分の頭に従うことが多くない。日々のルーティンを決めるのではなく、いつもその時に自分がしたいことをするのが好き。好き。会う人に好印象を残すかどうかほとんど気にしない。いや、ちょっと気にするかも。グループで何かをするのが好き。芸術的なタイプでは全然ない。人が口論するのを見るのは好きではありません。ギリギリ最後にやっと何かをすることがめちゃくちゃ多いです。自分とは全然違う経験をした人の気持ちを難なく理解できる。いえ、どうかな。まあ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 。とても疲れる1週間を過ごした後は賑やかな社交の輪を楽しみたくない。ゲームしてたい。人の気持ちを理解するのは難しいとよく感じる。日々のやることリストを作るのがすごく苦手です。不安はほとんど感じない。ちょっと感じるかも。電話はかけないようにしている。どういうことだ。電話はかけないようにしている。いや、通話はします。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。これちょっと気にしがちかもしれん。人生の意味や人間が存在する理由について考えることはほとんどありません。感情をコントロールするのではなく、感情にコントロールされている。同意する。誰かに高く評価されるとその人が自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるか考えないでしょ。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が、好き。一目見ただけでその人の気持ちはわかりません。重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。たまに感じるか。一つ一つ順序を追って念入りにことを全うできないタイプです。締め切りを守るのが苦手。同意する。物事はうまくいくだろうと自信がある。ちょっとだけあるか。待って、結果早い。待って、もう結果あった。なんと、ということで MBTI 診断が終わってもう結果を出してしまったんですが、福来の性格タイプはエンターテイナー ESFP の T となりました。エンターテイナーは熱意にあふれた精力的な人たちで、無計画に行動するのを好みます。エンターテイナーの周りにいて退屈することは決してないでしょうということでしたが、 75% 外交型。外交型の人たちはグループで行う活動が好きで、人との交流を大切にします。自分の熱意や興奮感を表に出す傾向があります。いや、これはめちゃくちゃ福来を表してるのではないでしょうか。 57% 観察。観察の人たちは現実的で、今起こっていることや起こる可能性がとても高いことに集中する傾向があります。意外と福来観察をしているみたいです。次、 55% 感情型。感情型の人たちは感情表現や感受性を大切にし、共感力は連携、社会の調和を重視します。でも 55% ってほぼまあまあまあだね。 94% 探索型。めちゃくちゃ振り切れてる。探求型の人たちはアドリブで何かをしたり、様々な機会に対応したりするのがとても得意です。再規範にとらわれず柔軟な考えを持ち、安定より 目新しさを大事にします。ということで、福来ここがめちゃくちゃ振り切れてるんですが、アドリブで何かをしたり、様々な機会に対応したりするの、ちょっと苦手ではあるけれども、94% 探索型というところをちょっと誇っていきたいと思います。次、57% 激動型。激動型の人たちは自意識が強く、ストレスに敏感で、自分の感情に切迫感を感じます。完璧主義の上に成功願望があり、自己研鑽に精力的な傾向があります。なるほど。
くらいは自意識が強くてストレスにも敏感で自分の感情に切迫感を感じているらしいが、ただね、完璧主義で成功願望があるということなので、くらいこれからもエア予想をね、もっともっと広めて、もっともっと完璧にしていくために頑張っていきたいなと思います。それでは、もしよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。あと、質問やこんなことやってほしいってことがあったら、概要欄にある質問箱からでも受け付けております。それでは、おつえまーす。